はい、なんか某大悟さんがね、またいつも通りバカやってるみたいなんだけども、まあ、あの人がそういう人だっていうのは私は前から知ってたんで、まあ特にその本人の動画も見てないんだけども、まあ今日はね、ちょっとそのトピックだけお借りしてきて、まあホームレスとか生活保護の人をなんで差別しちゃいけないのかっていう理由をね、まあ経済学じゃないな、その大学とかでやってるパチモンの経済学じゃなくて、実際の形成催眠上の観点と、あと、ね、正しい国家観の観点から言語化しておくとどうなるかっていうことを、まあ自分の記録も兼ねてね、ちょっと喋っておこうかなと思います。で、まず経済の大原則の話なんですけども、まあ GDP 三面とかの原則によりですね、まあ誰かが政府からお金もらって、ね、そのお金をどっかで使って、その人がまたお金使ってって、こうどんどん順番にお金が回っていくことによって、私たちの財布の中にね、その政府がね、発行したお金が、まあ、私が言う政府っていうのは統合政府でやってるんで、政府と日銀と含めてなんだけどもね、その人たちが発行したお金がね、こう、回り回ってみんなのところに来てるわけなんだけども、で、この経済全体を見たときに、全員が支払った額と全員が受け取った額と全員が持っている額っていう、この3つは、一致するんだよね。一致っていうか、まあ、同じものをさ、違う見方してるだけなんだけども、まあ、つまり全員が好きなだけ好きなものを買ってる状態っていうのが、一番物やサービスが買われてて売られてて、まあ、買う人にとっても売る人にとっても全員にとって一番豊かな状態であると。全員の経済はね、この日本国内は日本円によって全員つながってますよっていうのが GDP 三面統合の原則ですね。つまり全員が豊かでお金使ってる方が俺が得する。まあ俺がっていうか、まあみんながなんだけど、それが一番いい状態だよねっていうのがまず一つですよね。貧困者なんか出さないに越したことはないっていうのがまず一つと。で、次に、差別してはいけない理由、その2が、日本国民であるからっていうことですね。まあ、そもそも国家っていうのは、自国民をね、生かすための枠組みであって、で、人間っていうのはそもそも群れで暮らすもんだから、まあね、一人でね、裸一貫砂漠の中に、あるいはアマゾンのね、川の中に放り出されたら、直ちに死ぬのと同じことで、まあ、群れを作ってね、全員が全員を守るんだっていうことをやらないとすごく弱いわけで、その代わり群れになったらすごく強いんだけどね。で、その群れが日本国家であるっていう話だよね。で、まあ、その群れの中ではそれぞれが何らかの専門家として、スペシャリストとして、まあなんか、まあ主に働いてね、仕事してるわけなんだけども、まあその方がね、効率が良くて、たくさんのものやサービスがね、効率よくクオリティ高く生産できるからなんだけども、で、この日本国っていう一つの群れは、まあ一つの共同体であるっていう話なんだけども、まあ俺この共同体っていう言葉なんかいまいち好きじゃないっていうか、あんまり入ってこないから、まあ自分がわかりやすい言葉に置き換えて運命共同体っていうんだけども、まあこのコロナで分かったようにさ、まあコロナって防ぐ方法がないわけでさ、日本国民全員が一つの運命を共にする運命共同体であることが鮮明になっちゃったわけよな。で、その一つの運命共同体に属する人は、まあ、何が何でも全員が全員を守るんだっていう、その認識と約束が共同体なんだっていう話だよね。で、まあなんだかよくわかんねえ人とか嫌な人とかいるんだけども、まあ距離をね、考えながら全員が全員をね、害さないようにして、なんとか運命を共にしながらやっていくんだっていう話なんだけども、まあダーウィン先生の話になるんだけども、まあこの世界は、そのパッと見は弱肉強食の世界なんだけども、じゃあ強かったら生き残るのかっつったら、まあ長い目で見るとそれだけの話ではなくて、適者生存であるっていうことなんだよな。強いものは強いんだけども、じゃあそれだけで生き残るかっつったら必ずしもそうじゃなくて、まあいろんな種類がいた方がいいと。ね、種っていうのは様々に、もう無作為にブワーっていろんな種類が発生していって、で、その中でたまたま生活上の地球上の環境に適したやつがたまたま偶然生き残るのであって、だから強けりゃいいとか、生き残るように進化すればいいっていう話じゃなくて、結局何が生き残るかっていうのは運のみだからさ、いろんなやつがいた方がいいと。いろんな様々なありとあらゆるわけわからんやつがいた方が、ね、人間の生存確率が上がるっていうことだよね。まあコロナの、なんだっけ、よく知らないけど、mRNA ワクチンとかの研究してた人もさ、
それ一体な、何、何に使うんだよって、まあ、蔑まれてたりしてたみたいだけどね。まあ、世の中何が起こるかわからんと。で、まあ、昔で言えばね、狩猟採集して暮らしてた時代に、なんか全くクソの役にも立たないけど、なんか石を永遠に磨き続けた意味不明な人間がいたから、磨製石器が発明されたとかね、そういうことがあるわけなんだけども、まあ、いつどこで役に立つかわかんないし、何が最適になるかもわかんないから。だから多様性を守っといた方がいいんだよっていう話だよね。ただし、このね、人間社会っていう群れに、これを著しく害するような、つまり反社会的な行為、犯罪を行うものに関しては、ちょっと規制させてもらうけども、まあそういうね、反社会勢力でない限りは、とにかく全員を生かすんだっていう、その枠組みが国家なわけだよな。まあ仮にこの世界が弱肉強食だったとしてもね、日本国っていう運命共同体の中では全員を生かすんだっていう取り組みが国家なんだよな。でさ、その方がさ、普通にいいじゃん。何も考えずにさ、全員生かすんだよっていう方がさ、この後ちょっと出てくるけどさ、そのね、財務省的な考え方によってさ、誰か悪者にしてさ、あいつはお荷物だとか、あいつが悪ですとか、あいつを殺さなきゃいけないとか、そんなんさ、普通に考えてしたくないじゃんっていう、全員生かせばいいじゃんっていう話だよね。で、まあ金銭上の負担でもないっていう話だよね。まあいつもやってるから端折るけども、まあ詳しくは概要欄からね、2分の動画とか見てもらえばいいんだけども、まあ税金っていうのはね、行政府が、財源としてね、支出するためにお金を集めてきてるんじゃなくって、まあ税金の表向きのあれっていうのは経済全体の調整と格差是正、あと罰金か。まあそれぐらいしか理由がないんだけども、そのね、あっち側の人たちは、その高所得者が税金を納めてその金でね、ホームレス養ってやってんだっていうんだけど、まあ普通に誤りだからね、それは。まあ通貨発行してんのって普通に政府と金融機関だけだから、民間人は貨幣負担してないからね。全員が等しく貨幣の利用者なわけで、民間人が負担できるのはその実態のあるね、物やサービスの生産だけだからね。まあ高所得者の税金高いのはその儲けすぎたことに対する罰金っていうことだけであって、高所得者のお金で低所得者を養っているわけではないんだよっていう、それがまあ税は財源ではないっていう話よね。まあでも私も昔は無邪気に信じてたよね、そのね、高所得者の人いるから行政回せんだとかさ、年収何百万以上の人は社会のお荷物だとかさ、クソみたいな言説がさ、あるけどさ、もう本当に無邪気に信じてたよね。全然違うからね。で、まあその生活に困ってるような人を支えている人がいるとしたら、それはその介助に携わってる人が、そのね、介助サービスとか福祉サービスをしてあげてるのがまあ直接的な負担であるけど、まあその人たちがなんでそれに専念できるかっつったら、そのね、その他の人たちがさ、それぞれが専門家としてさ、そのね、介助の専門家、福祉の専門家の人たちが専門の仕事に集中できるように、それぞれがそれぞれの持ち場でやってるから、そのシステムが構築できてるのであってさ、まあその国内で働いてる私たちもね、それもまあ全く同じで一つの運命共同体なわけだよ。全員が全員で負担してんだよ。まあもちろんね、重い軽いとかはあるんだけども、まあね、それはしょうがないじゃん。だから全員が全員の労働と生産物に、物じゃないけど、労働と生産に感謝だよっていうことだよ。で、まあその実際の労働とか生産には感謝なんだけども、まあその政府っていうのはさ、通貨主権な。日本円に関しては日本政府は全て掌握してるわけでさ、つまり財源の制約っていうのはないわけだよな。まあその金額上のね、制約は。実際上の制約としてはインフレ率があるけども、まあ、額がいくらだからダメとかそういう話ではなくて、実際のバランスの問題だけであって、つまり金がないからできないっていうことはありえないわけだよな。国家主権をもってすれば。つまり政府が正しく機能していれば、そのお金がないからっていう理由で、その食い詰める人とか、医療ができないとか、必要な防災工事ができないとか、十分な生活の保障が、金銭的な保障が、できないとか、そういうことはないっていうことなんだよな。まあ、現実には正しくない人たちが正しくないことやってるからさ、まあお金ないわけなんだけども、まあその日本国政府の権能上お金がないっていうことはありえない
わけなんだよな。でまあ日本なんかはさ、まあ食料は自給はできてないけどさ、まあ輸入は問題なくできてるわけだからさ、つまりね、子供の7人に1人が貧困になる必要ないしさ、てか子供なんてそもそもさ全員所得ねえんだからさ、まあ親が貧困ってことじゃん。で子育て世代がね、その子供7人に1人ぐらいが貧困で、その背後にさね、様々な増税と経済制裁によりさ、結婚するとこまでたどり着けてない大量の貧困層がいるわけじゃん。もう勘弁してくれよっていう話なんだけどさ、もうまともにね政府が機能してくれればね、別に子供を子供食堂に通わす必要もないしさ、もう食品ロスなくそうのところまで来てんだからさ、誰もお腹減る必要ないしさ、誰も殺す必要がないわけだよ。貨幣的にはね、貨幣の対となる実態のあるものやサービスの方には制限はあるんだけども、あるんだけどもね、誰がお荷物だから次に死ぬのは誰とか考えておく必要は本来はないわけだよ。そういう状況じゃないからね。まあちょっとコロナはあれだけども、まあコロナにしたってまともな対応できてないのは政府が経済制裁かけてるからだからね。民間人はさ、働かないと確実に死んじゃうからね、所得がなくなって。コロナにかかっても死なない可能性はあるけどね、働かないとね、飢え死にしちゃうからね。まあ病院も全く同じことだし、まあ今日本で起こってる問題って本当にもう売りたい人と買いたい人はいるんだけど、お金だけがないっていう。まあ政治家だって本来気持ちとしてはやりたい政策とかいろいろあんだけども、で実際やるね、いや現場の体制だってあるわけども、お金だけが、予算だけが出てこないっていうクソみたいな状況だからね。全員が全員を生かしていいっていう、そういうことだよね。で最後なんだけども、まあ今話してきたその運命共同体である日本国の根拠は何かっつったら、それは天皇陛下なわけなんだよな。まあ日本の人って意識することあまりないからさ、単一民族、単一言語、国境が変わったこともほぼないし、だからあんまりね、日本人気にしないんだけども、まあね、 GHQ に炭塗りにされたっていう理由もあるけど、まあ本来さ、そのなんでその運命共同体が一つの国民なのかとか、今まで話してきたような、なんであいつを助けなきゃいけないんだっていうこと、あるいはなんで私がそのね、その国の何人なんだっていうことにはさ、そこに根拠を持たせるのって本来すげえ大変なのよ。そのね、大陸のね、そのガチの殺し合いをして、国境が入れ替わったり、民族、言語、宗教がいっぱいあったりで、それがある一つでここ一つの国ですよっていうような状況になった時に、そこを統治するのって本来めちゃめちゃ大変なわけなんだよな。なんだけども、まあ日本の場合はそんなこと全く考える必要もなく、日本国の根拠は最初から最後まで天皇陛下なんだよな。でしかもそれが歴史上最も長く続いてる王朝だからさ、でしかもこの政治体制が変わったことすら一度もないっていうね。その国家主権は天皇にあって、でその主権を陛下から賜った代表者が執行するっていうね。まあ昔だったら、聖徳太子とかってそうなのかな。まあ実は歴史はあんまりよく知らないんだけど。まあもうちょっと最近だったらね、幕府がね、政治を担ってたわけで。まあ今だと政府だけどね。でさ、今じゃねえや。その幕府の時だってさ、これあかんっていう最後にね、なった時はさ、その祭りごとをさ、朝廷に返上するわけよな。そういうことって状況によっては普通にあるわけで、で今ってそういう状況なわけじゃん。菅政権がもうコロナわかんない、ロックダウンわかんないって言って、もう打つ手がないとか言ってるわけなんだからさ、普通に体制奉還しろよっていう話なんだけどもさ、しねえからじゃあ他の人がやってあげなきゃいけないよねっていう状況なんだけど、まあその話は置いといて、まあね、今日話してきたような話のさね、一つのこの運命共同体においてさ、全員が豊かな方がいい、全員が全員を生かしていい、全員がお荷物じゃないよ、むしろね、人いてくれた方がさ、それによって雇用生まれてさ、仕事してさ、で人もさ、できるだけいろんなとこにいた方がいいんだよな。まあ安全上の観点と国防上の観点からなんだけども、まあ東京一極集中っていうのはな、危険なんだよな、地震起きるしさ。だからいろんなところにいろんな人が、わけわからんやつも含めていっぱいいて、全国つつ裏にさ、その今なくなっちゃった郵便サービスとかさ、これからなくなる水道サービスとかがさ、あまねく日本国中にできるだけ豊かな形で整備されてた方がいいわけだよ。
まあそれが財務省によって見事に破壊されてるわけだけどさ。でさ、まあなんか話がループしてるような気もするけどさ、その全員が豊かでいい、全員が生きていい、全員生かしていいっていうのをさ、心がさ、楽じゃん。そのための運命共同体じゃん。で、それってマジなわけなんだよな。別にその、全員生きていいよとか、お荷物じゃないよとかっていうのはさ、その綺麗事とかさ、ね、おためごかしじゃなくてさ、で、その根拠っていうのは、やっぱりどう考えても天皇陛下しかありえないわけよ。全員、全日本国民がマジで大見たからなの。全員が天皇陛下のチルドレンなの。で、あ、マジでいいんだ、本当に大丈夫なんだっていうことが分かった時に、あ、自分たちが本当に、その、ね、神の加護厚き、誇りある日本国民なんだっていうことが分かった時に、チルドレンなんだっていうことが分かった時に、あ、僕はここにいてもいいんだってなって、おめでとう、おめでとうっていう話なんだよね。これは、ホームレスを差別してはいけない理由。人類補完計画。まあ、全員が生きていいんだよって、豊かになっていいんだよって、働いていいんだよって、なんなら働かなくても存在してるだけで、それだけで全員が尊重されるっていう、なんか嘘みたいなマジの話なんだよな。まあ、財務ウイルスに脳をやられてる人には理解できない嘘みたいな本当の話。おめでとう。おめでとう。